ロバート・クリスティソン・ドバート・クリスティソンはスコットランドの医学者である。毒物学、薬学、法医学の分野で知られる。エディンバラ王立会司会の会長や英国医師会の会長を務めたエディンバラで生まれた。父親のアレイ・サンダー・クリスティソンは数学者でエディンバラ大学の倫理学を務めた人物で、双子の弟は聖職者になった。エディンバラ大学で医学を学び、 1819年に卒業した。しばらくロンドンで下界のジョンはアバネシーの下で学んだ後、パリに渡り、分析科学をピエール・ジャンロビケに、毒物学をマチューオルフィラに学んだ。1822年にエディンバラ大学に戻り、法医学の教授となった。特に毒物学の分野ですぐに権威としての地位を得て、1829年には、 よく知られた著作を発表した。研究のために自ら毒のあるカラバル豆を食べてみることもした。1827年から1832年の間、エディンバラ王立保健所の常任を務めた。1829年にスコットランド王室の医療官を務め、多くの上流階級の犯罪の裁判での承認を務めた。1832年に エディンバラ大学の法医学の教授から薬学、治療学の教授に転じ、1855年までは臨床医学の教授も兼任し、1877年までその職にあった。医学委員会、ゼネラルメディカルカウンシルの委員長として、イギリス最初の薬局方、ファーマカピア・オブ・グレート、ブリテンアイルランドを編纂し、1842年にその解説、 ディスペンセトリを出版した。それらの業績によって、名声を得、多くの患者を個人的に診療し、1848年にビクトリア女王の医師に任じられ、1871年に順断尺に助せられた。1848年から1868年の間、エディンバラ王立教会の副会長を務め、1868年から1873年の 間会長を務めた。1882年にエディンバラで没死した。クリスティソンは女性が医学の教育を受け、医師となることに反対したことで知られる。1869年にエディンバラ大学での医学の講義に参加するのを求めた。ソフィア・ジェクス・ブレイクとそれに同調した女子学生の7人、エディンバラ7の講義参加に反対する人物となった。大学や社会において、 有力な人物であったのでその影響は大きかった。1870年に、エディス・ピーチーが、成績優秀で奨学金を受ける権利を得た時、副学長に、自然は女性を子供を産み家事を行うように作り、知性と体力には欠けている。したがって、多くの女性が学問の世界に入ってくると、全体のレベルが下がることになる。として反対した。1873年に結局、 エディンバラ大学は女子学生に学位を出さないことになった。ありがとうございます。